サリバイ生活院の小泉です。今日はゲストをお迎えしてます。どうぞ。こんにちは。フレスコボール日本代表の赤塚です。高校の、僕の高校の野球部の後輩で、それからちょっといろいろとつながりがあって、実際に僕もフレスコボールっていうこのゴムボールゴムボールを使って、こうお互い仲間でラリー何回できるかっていうのがフレスコボール。そうです。思いやりのスポーツ、思いやりのスポーツって言われてます。で、今日はこのスルジカップ、これを実際に使って赤塚選手の体をメンテナンスさせてもらいたいと思います。ではお願いします。お願いします。どうですか、いやでもなんかすごい軽くなった感じは体感であるんで、はい、まあいい、やってよかったなって。いいな、なんかこういう人におすすめです。あそう、僕は野球も今もやってるんで、野球やってたりとか、あとまあ結構その競技をスポーツをの練習の頻度が多かったりとか、トレーニングで体を動かすことが多い人は、痛みが出るよりも前にこういうのをやってたら結構怪我の予防になりそうな感じが体感で分かったので、おすすめかなと思います。はいはい、いいですか、言い残すことは。言い残すこと、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。